すんごいツヤンツヤになりました。ティンカーベルの粉みたいな色のラメですごい可愛いんです。なんか内側がマジックテープになってるんですよ。泥棒みたいな感じです。皆さんこんにちは、あかねです。去年の年末にベストコスメのスキンケアとコスメ編の動画をアップしたんですけど、こちらの2つの動画で紹介したコスメを使いながらスキンケアとメイクをしていこうと思います。これ何って言われるんだけど、キラキラですまずはブリーブリーのよもぎバランスエッセンスで肌を鎮静していきます。鎮静効果ナンバーワンなんじゃないかなと思います。刺激も少ないしね。化粧水がフェンティビューティーのパッドウォーターがあるんですけど、今日ねホワイトニングバブルトックスセラムマスクを使いたいので、どうしよう、ちょっと過剰かもしれないけど、これを塗った後にこれをやってみようかな。頭をカチッとやって、楽ちんなやつ、トローンとしてるので伸びが良くて使いやすいです。そういえばこれもねめっちゃ良くて、ハートとリボンがあるんですけど、これはねホリカホリカのもので、これは韓国の100均で買ったんですけど、この間日本のダイソーでも売ってました。なんか内側がマジックテープになってるんですよ。髪にペタッと貼り付くんだけど跡が全くつかないので、出かける前とかめっちゃいいです。で意外とねしっかりね止まるんだよね。日本のダイソーではグレーの雲の形と黒いリボンの形がありました。ということでメディヒールのホワイトニングバブルトックスセラムマスクをのせていきます。黒いマスクでちょっと怪しいんですけど、ホワイトニング効果って即効性があって、メイク前にめっちゃおすすめです。保湿力も高い気がしますね。こんな感じでだんだんモコモコしてくるので混ぜましょう。この状態でも私のカメラちゃんと顔認識するのがちょっとじわる優秀ですね。泡が出てきました。もこもこ、どういう仕組みなんだろうねこれ、泡が出てくるの。かすかにパチパチ音はするんですけど、全くね刺激とかはないです。パチってするのが痛かったりとか締めるような感じは一切なくて、鏡見なければ普通のシートマスクをしている感覚なんですけど、モニター見るとちょっと怪しい泥棒みたいな感じです。では剥がしていきます。ちょっと触っちゃったところなくなっていっちゃうんですよ。剥がします。え、すごい顔白い。やっぱこれすごいな。余った泡も顔に塗っていきます。あ、またこの顔の上からも泡が発生しだしてる。顔の上にまた泡が生まれてる。どうしよう、一生このまま泡が生まれ続けたら。首の方にも塗っておきましょう。なんかこの泡自体に絶対トーンアップ効果あるから、泡のトーンアップクリームとか作ってほしいなって思います。ちょっとね泡殺さないとロックできないので、こんな感じでパタパタしていきます。今こっちの手にだけ残った泡塗ってみたんですけど、なんか手に塗るとあんまりわかんないですね。15分から20分ぐらいパックした状態で居続けることがいいみたいですね。すんごいツヤンツヤになりました。なんか水浴びてるぐらいのテカリ感ありますね。潤いをねなんか実感できる感じです。で次はフェンティスキンの日焼け止め入り乳液とエレミスの日焼け止め入りクリーム、どっちも効果が似てるのでどっちにしようかな。最近結構動画でこっちばっかり使ってたので、今日はフェンティスキンの使っていきます。ピンク色のクリームなので肌トーンをアップさせてくれるんです。こんな感じで全体的に塗ったら、スティラのワンステップコレクトアイでこの辺のくすみを取っていきます。いちごムースみたいな質感なので、手のひらでちょっと伸ばしてから目の周りに塗っていきます。動画の編集とかで目を駆使してるので、どうしてもね目の周りはなんか疲れてる気がする。であんまり擦らないようにしてこんな感じで押さえていきます。ムース状なので肌にね溶け込むのが早いんですよ。でベースメイクはラネージュのクッションファンデとかコンシーラーが3つあるんですけど、ここ最近はクッションファンデよりもコンシーラーをよく使ってるので、コンシーラー攻めでいこうと思います。今日も安定の赤いほっぺたを RMK のミント色のコントロールカラーで抑えていきます。なんかねほんと自然に色ムラを抑えてくれる感じがすごい好きなんですよね。で今めっちゃ顔赤いと思うんですけど、なんでだろうねブツブツができたりしてるわけじゃないので
ので、ほんと色味だけあさあさーっとねカバーしていこうと思います。で、顔全体に塗ると結構のっぺりした印象になるので、この顔のひし形をイメージして色ムラを取っていくといいみたいです。おでこも二等辺三角形を意識して塗っていきます。あとね、この小鼻のこの横の赤みとほうれい線の影になるとこも塗って、そしてミシャのアンプル入りのコンシーラーをこの口のこの辺の暗いとこに塗っていきます。超薄く塗って、例えばツイッター見てたらケイトの新作のコンシーラーでこの辺に1本線引くだけでめっちゃ顔がちっちゃく見えるよみたいなツイートの広告を見つけてすごい気になったんですけど、使ったことある方いますか？あれ気になる。そしてですね、次パウダー、ベストコスメに選んでないんですけど、私的にもう人生単位でのベストコスメ、イニスフリーのノーセバムミネラルパウダーを顔に塗っていきます。ご覧の通りテッカテカなので抑えます。この辺の必要な光は残しつつ、ムラのところだけ取ってツヤを利用していきましょう。ほい、それで眉毛はデイジークのパレットから一番暗い色を使っていきます。眉毛描くときにアイシャドウパレット使うとふわっとした眉毛に仕上がる気がします。今日はこの薄い色の上にこのラメを塗っていきます。まぶたの血管が浮き出て、それがなんかねくすみに見えるような気がするので、肌よりも少し明るい色のアイシャドウをのせるとなんか目の周りが明るくなる気がします。ラメは指で塗っていきます。ほんと可愛いこの色、めっちゃキラキラ。1回でこれくらいキラキラになります。ティンカーベルの粉みたいな色のラメですごい可愛いんですよ。ゴールドっぽい色と白っぽい色と黄色っぽい色のラメが合わさってますね。こんな感じになりました。目の下にも同じく。そしてアイライナーはマージーのジェルアイライナーを使っていきます。これ本当に使いやすいです。色がねしっかりつくし、硬すぎず柔らかすぎずちょうどよくできてるので、まつげの隙間を塗る時も痛くないんですよ。特にねブスって刺しちゃいがちな人におすすめです。すごいピンポイントな人におすすめで、一旦こうやってジェルのペンシルで描いた後にアイライン専用のブラシとかでちょっとぼかすんですよ。そうするだけでねラインがすごい綺麗になります。どうしてもな、ああいうペンシルタイプだとこの目尻がボテってなりがちなんですけど、筆があると繊細に描けるし、描いた上からこうやってなぞっていくとまたねいい感じにぼかせるので、ふわっとした感じのアイラインが描けるんですよね。この筆はエチュードで買いました。ヒロインメイクの最近買ったマスカラなんですけど、ボリュームを調節できるようになってるんですよ。ナチュラルからフルボリュームまで、私はフルボリュームにしてます。これはねお湯で落とせるのが一番いいとこ。最後に最近買ったシピシピというねブランドなんですけど、 YouTuber のふくれなさんがプロデュースしているブランドで、これで涙袋の影を描いていこうと思います。このペンめっちゃすごいの。どんなにギュッって描いてもめっちゃ細い線が描けるんですよ。こんな感じ、超薄いんです。絶対失敗しないで涙袋が描けるんです。描き方はいつもこうやって、ちょっと変な顔なんだけど変顔して涙袋を頑張って作って、この下に描くと結構自然に描けます。一筆書きで刺さってできちゃうのもめっちゃ便利。そんな感じで今日は年末に選んだ2020年の下半期ベストコスメでスキンケアとメイクをしてみました。どれもねおすすめの商品なので、気になるものがあったらぜひ検索してみてください。一応こちらの動画で詳しくレビューしてるので、合わせて見ていただけたら嬉しいです。ではこの動画がいいなと思ってくださった方はグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。インスタの方でもスキンケアとコスメのレビューアップしてるので、よかったら見てみてください。最後までご視聴ありがとうございました。